皆さんこんにちは。今日は、晴れたり止んだりの変な天気のポートランドでした。最終的にはもう夕方から雨が降ってきて、もう暗い、夜になってしまいました。映画にも行ったんですけれど、映画の時間を間違えて結局見ることができませんでした。もうすごく、残念な週末になってしまいました。ということで今日のトピックスはこちらです。これはですね、倉庫なんです。アメリカ人の人たちは倉庫を外に借りて自分の荷物を預けるという習慣があります。もちろん全ての人ではないんですけれど、かなりこのような倉庫というのがそこら中にあるんですね。日本でこんなに倉庫を見たことがなかったので、ちょっとこちらに来てびっくりしました。アメリカ人の家は日本人の家より一般的には大きく、またガレージもかなり大きいんですけれど、それでもこのような、倉庫を借りて、荷物を預けるという習慣があるんですね。なかなか不思議だと思います。まあ、ちなみに私もあのアパートの、家賃の中に、倉庫代が含まれてた時があったので、そこに預けたことはあります。なかなか便利で、どんどん物が溜まっていきました。いやー、なかなかこのような倉庫って便利なんですよね。ということで、また明日のトピックスを楽しみにしていてください。それではまた。